グラント・ウィルソン博士は1939年アメリカ・カリフォルニア州で生まれました。子供の頃から科学雑誌を愛読していた博士は、高校卒業後地元の化学メーカーでインターンシップを経験。カリフォルニア大学バークレー校へ進学し、有機化学を専攻します。大学時代は学業に没頭する傍ら、ヨットレースにも打ち込んでいたという博士。卒業後、当時スモールコンピューター市場に参入したばかりのIBM に入社します。ジャン・フレシエ博士は1944年フランス・ブルゴーニュで生まれました。科学者だった父親の影響もあって、子供の頃から科学者になる夢を抱いていた博士はリヨン物理化学工科大学へ進学し、工業化学を専攻します。卒業後アメリカへ渡り、ニューヨーク州立大学でポリマー化学の博士号を、続いてシラキュース大学では有機化学の博士号を取得した後、オタワ大学の准教授となり、科学者としての研究活動を開始します。1980年代ウィルソン博士が勤める IBM は半導体デバイスの製造で世界をリードしていました。集積回路上のトランジスタ数は2年ごとに倍になる。1965年に発表されブームになったムーアの法則の予想通り、半導体の業界ではいかに高度集積化を図るかが急務となりました。微細な半導体の回路を作るためには、まず最初にシリコンウェハーの表面にレジストと呼ばれる膜を形成します。次に回路パターンを描いたフォトマスクを通して紫外線などの光を当て、露光した部分を光化学反応によって変化させます。そうすることにより微細な回路パターンがポジ像またはネガ像で描かれていきます。この製造工程においては、照射する紫外線の波長を短くすると解像度は上がるものの、露光感度が大きく低下するため微細な回路が描きにくくなるという問題が起こります。いかにしてレジストの感度を上げるか、当時研究休暇制度でオタワ大学から IBM へ来ていたフレシエ博士がこの問題に一つの解決策を提案しました。それが化学増幅レジストです。まず露光によってレジスト内部に触媒を発生させます。この触媒がレジスト内部で連鎖的な化学反応を起こすことで、わずかな光でもレジスト高分子の性質を一気に変化させることができると博士たちは考えました。つまり波長の短い光でも十分な感度を得ることができるのです。フレシエ博士がオタワ大学に戻ってからも共同研究は続きました。飛躍的な進展を見せたのは、ニューヨーク州立大学で多糖体の合成などの研究をしていた故伊藤博博士が研究チームに加わってからのことです。ウィルソン博士によって導かれた3人の博士の研究チームは試行錯誤を繰り返した末、1985年ついに安定したレジスト材料の開発に成功。その後ウィルソン博士はシリコンバレーの研究所と遠く離れたバーモント州の工場との間を何度も往復し、メモリー製造を量産レベルに乗せることに全力を尽くしました。そしてついに実験室レベルを超えて工業製品として当時最大容量を実現したメモリーチップが出荷されることになります。その様子を目の当たりにしたウィルソン博士は、この種のレジストは世界中の電子機器に利用されていくことになると強く確信しました。両博士の研究生活の陰には温かい家族の存在がありました。ウィルソン博士はデボラさんと結婚後、2人の息子さんに恵まれました。出張で家を空けることも多かった博士を奥様は笑顔で支え続けました。フレシエ博士は
奥様のジャネットさんと学生時代に巡り合い、1971年に結婚。その後、2人の息子さんが生まれました。多忙な博士にとって、家族は大きな安らぎの存在でした。両博士は研究仲間としてだけではなく、家族ぐるみの付き合いをするほど親しく、長年親交を深めてきました。そしてもう一人の共同研究者、伊藤博士博士もまた、両博士が講師にわたり時間を共有してきた一人です。残念ながら2009年に他界されましたが、レジスト材料の開発に果たしたその役割は計り知れません。現在、化学増幅レジスト法は半導体製造の標準方式となっています。そして私たちが利用するパソコン、スマートフォンなどの電子機器類をはじめ、自動車に搭載されているマイクロプロセッサーやメモリーチップなどの製造に幅広く応用されています。こうした功績が評価され、その後ウィルソン博士は数多くの賞を受賞。現在はテキサス大学オースティン校の教授として後進の育成に励んでいます。フレシエ博士もまたセミナーやシンポジウムなどさまざまな場に招聘され、多くの研究者との交流を続けています。現在はアブドラ国王科学技術大学の副学長に就任され活躍されています。あなたの選んだ道は間違っていません。技術は今後も継続的に進歩を続け、将来の社会は今の我々には想像もできないものになるはずです。科学、技術、工学や数学をしっかりと学ぶことで、そのような新しい技術の創出に加わることができるのです。一生懸命に勉強を続けてください。そしてできるだけ早い段階で研究活動を開始するチャンスをつかんでください。自らを信じ、仕事への挑戦を楽しみ、同時に人生を楽しんでください。これらは両立すべきものです。仕事における幸せと家庭における幸せは成功への最高の組み合わせです。常に独創的にとらわれない発想を持ち続けてください。たとえあなたよりも経験のある人がいたとしても、自らの考えを表すことに躊躇してはいけません。大胆であってください。そして科学は楽しいということを決して忘れないでください。